症状はマウスをクリックする、キーボードを入力すると隠ります。しかし、なぜか、タスクマネージャーなどを先頭に置いて動かすとなぜか隠らない。見てこれ。カクカク。これ今右クリック連打してる。右クリック連打で、このカクカク。パッドはちなみに全く隠んないです。キーボード入力とマウスの右クリック、左クリック。あとこのサイドボタンも。いや、グラボ関係かなと思って、ダウングレードとアップグレードどっちも試した。ポーリングレートとかも全部調べてる、マウスはもちろん。他ゲーはなんともない、エイペックスだけです。ほら、普通にさ、キーボード入力なかったらわかる、このヌルヌル加減。おかしくないんだよ。マウス振っても全然ヌルヌルなんだよ。でもこれ一つ何かボタンを押すたびにかくるの、一回。ほら。これ右クリック連打なんだけど。いや、エペ台の設定も全部オフにしたり試してんだよ。これ逆に今は全部こうなんだけど、これ全部低にしたり試してんだけど、2PC が悪さしてるわけない。だって干渉してないんだよ。2PC で配信してるわけじゃないから。干渉してませんよ。あくまでもワンモニターにワン PC 繋がってるだけですよ。デバイスマネージャーでキーマウ系全部アンインストしてみる。あ、それやった。それやりましたね。キーボード、マウスともに一個一個全部アンインストールして再起動して。前のモニターの問題では絶対ない、さすがに。だって実際に配信でもかくってるやん。これ俺が見てるモニターだけかくってんならわかるけど、配信もかくってるんで関係ないですよ、モニターは。使用する USB ポートも変えました。マウス変えるぐらいしかなさそう。いや、かくるわ。かくっとるわ。え、なんでだ、これ。マウス変えても関係ねえのか。ちなみに、キーボード何のボタンでもかくりますね。これ、設定してない O ボタン連打してんだけど、かくるんですよ。キーボードは基本何入力してもかくる。マウスはマウスホイール以外はかくる。マウスホイール押しまくってるけど、なんも、かくらない。G 幅消してますね。そもそも G ハブとスチールシリーズで違うのに、マウスもキーボードも同じ症状が出てるってことは、アプリ側の要素じゃない気がするんだよな。そう、裏画面いってるみたいなフレームレートの出てるから、いや、まさにその通り。パッドはマジで何の問題もなく使える。パッドはほら、ヌルヌル。別にボタンを押してもヌルヌル。配信来てる時もカクカク。いや、裏で一生試してたもん、いろいろ。ネットに拾ってる情報全部試したけど、無理で。そう、マウスの DPI 高くてとか、あるけど、俺 DPI、ちなみに DPI これ変えて試してるんですよね。400から6400まで。キーボード抜いて、マウスだけで操作して、かくるかどうか切り分けできるな、それは。あ、かくってるわ。キーボードじゃねえな。キーボードだけも試しますか。マウス取った。やべえ、分かりにくい。あ、かくってるわ。え、なんでかくるんだろう。あれ？いや、かくってない。かくってないよ、スクリーンキーボード。え、っていうか、なんか、かくらないんだけど。このキーボード出してたら。え？かくってなくない？っていうか。え？かくってないんですけど。え、なんで？え、これじゃあ消すよ。かくるわ。え、意味がわかんない、マジで。ってことは、スクリーンキーボード出しながら？え、スクリーンキーボード出してさ、このなんか端っこに置いといてさ、これで、あ、待って。え、かくるんだけど、なんで？え、かくる！え、なんでだ？なんで？かくるんだけど。かくらないわ。かくらないです、これ。スクリーンキーボードのせいじゃないわ。え、これ何？マジで意味がわかんなくない？本当に。え、これさ、どんどん縮めていけばいいんじゃない？こうやって。あ、待って。
来たかもしんない、まさか。これ来たくない？ほら、もうこれ通常通りプレイできるよこれ。あ、でもね、これね、マウスホイール効かなくなるわ。ジャンプがスペースでしかできない。あと右クリック押したらね、バグる。タスクマネージャー、ほら。あ、ダメだこれ。タスクマネージャー、左、ほら。タスクマネージャー左クリックしたら終わる。わかんないわ、もう。もうわかりません。別に裏画面に行ってるとかじゃないんだな。単純に通常通り Apex を起動して、入力したら壊れる。パッドだとヌルヌルだし、グラブは関係ない。いや、ないと、な、デバイスだと思うけど、だってパッドで同じ入力してもかくらないのに、キーボード、マウスで入力したらかくるってことはデバイス関係だと思うんだけど、わからないんだよね。マジで。マジでわからない。しかもこの押した時じゃなくて、離した時に FPS が下がるという、この、よくわからない、これも。同じ症状の人、そして解決した人、ご意見待ってます。もうネットに落ちてる情報は大抵やったと思ってもらって構いません。もう本当にだいぶ試したんで。